日本とモザンビークの関係では、日本とモザンビークの関係について外説する。中日モザンビーク大使館正面玄関1975年6月25日、ポルトガルからのモザンビーク独立と同時に日本は、同国を承認。1977年1月12日には、外交関係が樹立されたが、モザンビーク内戦で現地に、 大使館の開設はできなかったため1978年3月より在タンザニア日本国大使館での建活が始まった。1985年4月には建活先が在ジンバブエ日本国大使館へと移り、1993年5月にはモザンビークに対する平和維持活動のための自衛隊派遣に合わせて在モザンビーク現金駐在官事務所を開設。 PKO 終了により献金駐在官事務所が閉館すると、1999年1月からは、在南アフリカ共和国日本国大使館へ、県活先が移され、2000年の1月1日には、ようやく在モザンビーク日本国大使館本館が開設した。一方、モザンビークは1984年10月から、在中国モザンビーク大使館の日本喧活を開始。 1993年には東京に中日モザンビーク大使館を開設した。1977年からモザンビークでは政権を握っていた社会主義系のモザンビーク解放戦線とローデシア及び南アフリカ共和国で設立されたモザンビーク民族抵抗運動によるモザンビーク内戦が続いていた。東側諸国の名手であったソ連はフレリモを 南アフリカ共和国政府は、レナモに武器を供給し支援していたが、1990年代になると冷戦が終結し、フレリモ側はソビエト連邦の崩壊、レナモ側はアパルト兵と終焉によりそれぞれの支持勢力を失った。すると両者はヨーロッパ諸国の仲裁によって和平交渉を行うようになり、1992年10月にローマで モザンビーク包括和平協定が調印され、内戦は終結。1992年から1995年の間、国際連合モザンビーク活動と呼ばれる PKO が展開され、自衛隊もそれに加わり停戦の監視や自由、選挙実施の監視、輸送や通信に関する支援を行うために100人以上が派遣された。自衛隊の PKO 派遣は、 カンボジアに続き二例目である。このような経緯から、モザンビークは日本の安全保障的活躍を好意的に捉えており、アンポリの常任理事国参入にも支持の立場を表明している。近年では2007年1月と2008年5月に、モザンビーク大統領のアルマンド・ゲブーザが来日し、安倍晋三と首脳会談を実施。モザンビークが 日本の常任理事国参入を支持していることについて、日本側から感謝が述べられ、また、北朝鮮核問題や、拉致問題についての意見交換が行われたほか、モザンビークの地方インフラ整備やマラリア対策への支援が約束された。また、ゲブーザは2013年にもアフリカ開発会議のために訪日すると、日本製鉄が、モザンビークの原料炭開発プロジェクト採掘権を、 取得したことから、同社の CEO、宗岡商二と懇談を実施している。2016年8月には、安倍晋三が第6回アフリカ開発会議のため、ナイロビ訪問中に新大統領のフィリッペ・ジャシントニュ氏と首脳会談を実施。翌年には、フィリッペ・ニュ氏が日本を訪れ、日本にとっては自由で開かれたインド太平洋戦略のようとなる国家であることから、 首脳会談を実施して、さらなる関係強化を促す、日、モザンビーク共同声明が発出されたほか、さらなるインフラ開発のための無償資金協力が、約束された。また、2019年8月にはモザンビーク元大統領で、未だ政治的影響力の強い、ジョアキン・アルベルト・シサノが、アフリカ開発会議のため来日、安倍晋三と懇談会を実施した。一方で、 日本からの総理大臣級のモザンビーク訪問はない。しかし、2020年12月には、外務大臣のモテギトシミツが、新型コロナ禍での数少ない訪問先の一つに、モザンビークを選択、ニュシ大統領を表敬して、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、緊密な連携を確認した。モザンビークは良質な石炭の産出国であり、 将来的な資源大国として見込まれている。そのことから2013年には日本製鉄がモザンビーク共和国テテ州に位置する未開発の原料炭炭鉱レブボープロジェクトの採掘権を取得。2014年には日本とモザンビークの両政府間で石炭開発事業に関する覚書が交わされ、さらなる開発のため石油天然ガス。 金属鉱物資源機構が複数の石炭専門家を現地に派遣するなど、日本は同国の石体開発に尽力している。その結果、日本のタイモザンビーク貿易は輸出額201億円に対し輸入額233億円と日本の赤字を記録しており、やはり輸入品は木材に次いで石炭などの鉱物燃料が多くなっている。ただし、 2020年のコロナ禍における需要源、脱石炭の影響もあって2021年には三井物産がモザンビークの石油開発から撤退するなどモザンビークをめぐる石炭事情は変化しつつある。前述したようにモザンビークは日本における重要な石炭供給国となっている。そのことから開発援助も2018年までの累計で2000億円を超えており、 最貧国への開発援助額としては比較的多い。援助内容は教育、医療、衛生、農業、輸送、経済もしくは食料援助など多岐にわたっている。しかし、モザンビーク北部で実施されていた日本、ブラジルモザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発プログラムは伝統的な農業文化を破壊するとして、 現地住民から反対の声を受けるなど急激な開発援助にはいくつかの問題が発生しており、日本はモザンビークの意向を受けて一部開発援助を中止した。モザンビークでは柔道が人気スポーツの一つとなっていることから、日本は柔道着や機材の無償提供などを実施。また、在モザンビーク日本大使館では柔道の日本大使杯日、 モザンビーク友好親善コンサートをはじめとした各種イベントが実施されている。2019年には横浜市を首都マプトンの市長デビッドシマンゴが訪問、両市ともに国際協力機構と環境省が主導するアフリカの綺麗な街プラットフォームの設立に携わった経緯があり、姉妹都市ではないものの強い結びつきを堅持している。ありがとうございます。